盛りすぎやろ。庄司ゆう子です。ローソンさんの今話題のフェア盛りすぎチャレンジ、盛りすぎ焼きそばパンです。期間限定、個数限定で多分4種類ずつ出るのかな。これゲットするの大変、すごい競争率なんです。もちろん他の種類はなかった。盛りすぎ焼きそばパン、盛りすぎやね。こちらの盛りすぎ焼きそばパンはお値段158円、税込みは171円、47% 増量ということで、さっき測ったら 212g ありました。長さはね 20cm ぐらいですね。カロリーは 531kcal と表示がされてあります。日本全国47都道府県ハピロー。いただきます。ずっしりだもんね。甘めのソースがよう効いちょる。ほんとがっつり食べる系ですね。焼きそばが美味しい。そしてこの密度、しっかり詰まってます。パンはふんわりとこの焼きそばを包み込んでる感じです。うまっ、ね、これちょっと冷たいんですよ。それでも美味しい。あ、これ好きだわ。好きな味、めちゃくちゃ好きな味。ぶち好きな味だったわ。どこ？山崎製パン。納得。じゃあ温めます。ね。温めました。香りがやっぱ違いますね。温めるとやっぱ全然食感も変わるし、味わいも美味しくなります。割と強めに温めた方がいいかもしれない。
6個買うことができたので、残りあと3つアレンジしたいと思います。アレンジに使うのはこれ。唐揚げくん、アメリカ生まれの日本の味、吉田グルメソース。ジャイアントポークフランク、チーズフランク、そしてマヨ。アレンジしました。唐揚げくんと目玉焼きバージョン。ちょっとマヨネーズがうまくかからんかったっちゃね。食べに行く。いいんじゃない？卵合うよ。おいしい。焼きそばパンをまろやかにします。目玉焼きの味わいと焼きそばパンがすごい合います。マヨネーズがまたいい仕事してます。唐揚げくん美味しい。唐揚げくんゾーン。ジューシーな唐揚げくんが焼きそばをオイリーに包んで美味しいです。ジャンボフランク、もうこの大きさだからね、乗るんだよね。すごい絵面やね。どこまで耐えれるかな。うわ、うまっ。ランクうまいね。うわ、フランクがすごくスパイシーで美味しい。そのスパイシーさと甘めなこの焼きそばがうまく絡んで、すっごいいいお味になってます。絶妙なバランスですね。
チーズフランクと焼きそばパン。あのね、フランクはね、中に入れようと思っとったんよね。じゃけどね、焼きそばがもりもりで中に入らんだった。まさに盛りすぎ焼きそばパン。うわ、おいしい。チーズフランクはさっきのジャンボフランクとは全く違う味わいです。甘めな焼きそばパンをさらに甘く引き立てるようなチーズの存在ですね。相乗効果でコクと甘さがグレードアップしてる感じです。めちゃくちゃ美味しい。よだれ垂れた。ごちそうさまでした。ローソンさんの盛りすぎチャレンジ、盛りすぎ焼きそば、大変美味しくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。庄司ゆう子でした。すごいボリュームでしたね。それであの値段はやっぱコスパ最強チャレンジですね。なかなかね、買えんのんちゃね。これね、注文とかもできなくて、なんとかね、食べ過ぎたいなと思ってます。